パルドゥビツェ州はチェコの州。北部から中央部の多くがボヘミア地方であり、南東の一部がモラビアである。州とパルドビツェにちなんで名付けられている。この州には4つの軍と452の自治体があり、これらの間で広域権限の15の自治体と自治体の運営を委任した26の自治体がある。32の自治体は町と位置づけられている。 軍の配置総人口は約50万5000人。人口5000人を超える自治体が17ある。最大の都市はパルドビゼ。リトミシュル城経済で一番発展しているのは農業であり、この地域の面積のおよそ60%が農地となっている。また GDP に占める割合は小さいものの、輸送、ビル、不動産、観光も上昇傾向にある。 製造業とサービス業がパルドゥビツェの経済の基礎となっており、織物、衣服、革などの軽工業はこの地域で最も産業力が強い。地域内輸送に限って 500km の鉄道が走っている。とは言うものの、一番重要な交通手段は E040 線、E061 線の両鉄道線である。また、パルドゥビツェにはチェコで五市に入る重要なパルドゥビツェ。 国際空港もあり、官民療養となっている。道路網は3 6 0 0トルにわたって、作り上げられておりこの州を網羅している。I-37 号線と I-17 号線の交差点は、交通上重要地点である。観光業としては、歴史的街並みが残っており、自然観光のスポットである。13世紀には、今の形になったと考えられる城が残っており、 観光が奨励されている。ありがとうございます。